三次鉄道部とは、広島県三好市にある西日本旅客鉄道の鉄道部の一つである。本校では三次機関区についても記述する。ローカル線の活性化と効率的な鉄道運営ができるように1991年4月1日から鉄道部制度を導入し、広島県北東部を中心に三次鉄道部が運営するように改められた。三次駅構内にあり、 広島支社が管轄している。三次鉄道部に所属する車両はなく、下関総合車両所広島支所所属のキハ120、軽機動車が常駐する。乗務員は運転士のみ所属しているが、かつては、車掌も所属していた。三次機関区は、芸美鉄道の国有化を契機に、1933年11月15日に、広島機関庫ビンゴ10日。 四分庫として開設され8620系、C12 系、C56 型などの蒸気機関車が配置されていた。戦後は C58 型も配置されていた。1954年12月10日に三次機関区に解消。1963年9月20日に芸備線管理所が発足 C 管。1971年3月に無縁化。勝手は、 線形機関車庫があったが撤去された。なお、転車台が2016年4月まで残されていたが、東武鉄道での SL 運転のため、譲渡された。ありがとうございます。